はい、皆さんこんにちは、厚尾です。しばらく関西にいたんですけど、東京の方にトンコハウスのレクチャーを見に行きたいと思います。その後はアニメーションエイドのイベントもあるのですごい楽しみです。皆さんではでは、バイバイ。トンコハウスのレクチャーに来ました。今から綿ごはんこと白石さんに会いに行ってきます。ではでは。はい。どうも。撮ってる。えらい。というわけでですね、今日は、イメージワークスとイメージワークス兼、アニメーションエンドのですね、藤原さんと、ですね、なんていうか会食というか。はい、会食ですね。まあそんなのをちょっとやろうかと思ってます。上がってる。ソニーのアクション株です、ね。そうです。来れればベスト。はい。これなんだ。多分昨日お会いした人ですよね。はいはい、あ、長回しやったことないけど結構バッテリー持ってないでしょ。ちょっと YouTube は若干卒業気味な感じで、なんか変な異様な雰囲気ですよね。でもこれもこの絵、でも藤原さんもあれじゃないですか、カナダで割と撮ってる。割と撮ってますけど、こうやって僕置いてあんま撮ってないですよ。ほとんど手持ちで外でちょこって喋って、あとは裏返して流しと自分で喋って撮ってるだけなんで、基本はこうやってこうカメラ向けて喋るってほとんどやってない。これでもまあこの間高橋さんともちょっと話したんですけど、向けて喋るっていうのはやっぱ慣れないです。あ、わかります。これなんか意識するどうしても。だからちっこいのにして。いやそれでもなんかこう毎回自分も撮ってるし、撮ってる時になんかやっぱ圧迫感あるなって。まあスイッチ、なんかスイッチ入りますよね。そうなんですよ。いやなんかナチュラルではない。ナチュラル、そう完全にナチュラルではない。違うなって思いながらちょっと。なんじゃ俺この喋り方みたいな。なんだこれ。失礼します。ちょっとあの矯正やってるんで取ってきていいですか。あ、大丈夫です。すいません。歯がね、はい、いや藤原さん面白い、めっちゃ面白いな。なんか普段動画で見てるあの人がですね、こうやってなんか一緒に喋るのってないわ。今回初めてかも。だから初めてだから、まあ、藤原さんも初めてだし僕も初めてだから、なんか変な感じじゃねえかな。なんか面白いなこれ。ケントさんとかウリキンさんとかは、こちらメニューの魚でした。お疲れ様です。なんで止まってるんですか。今これ動画撮ってるんですよ。あ、どうも初めまして、キラシと言います。いや、あのなんていうこれが電池が切れたんで、
ちが切れたんで、こっちに iPhone に切り替えてるんです。え、これ今電話してんすか？いや、違いますよ。え、普通に動画撮ってるだけ。あ、はい、来た、どうも。こんにちは。すみません、遅れてきました。どうもです。お茶のさん撮ってます。昨日会いました。はい。大丈夫です。なんかずっと名前が来てて何回か会えるかなと思ったけど、なかなか会える気はなかったんで。あげてんの？あんま開けてへんよ。いや、すいません。あんま開けてへんよ。もうちょっとしんどいです。もう飽きてる。いや、飽きてはないです。飽きて、今ちょっとその話をずっとしてて。絶対めんどくさいの？いや、めんどくさいじゃないんですよ。なの？もう大変。めんどくさいの？いや、楽しいんですよ。いや、だから、もう一歩見た時からこれ続かんなと思うんだろ。あんまり日本にいないです。日本にいない。あんまりいないです。なんかさっき言ったように名古屋にいらっしゃって。あ、拠点は名古屋で、で、うち名古屋オフィスあるんですよ。実は。いや、さっきそれ聞いて。うん、あるんですよ。あとは気合いで。鈴木さんとかと一緒にチューブをいらしてはって。あー、はい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 。あの時で私一緒にしてたんですよ。あ、そうなんですね。なんか撮ってる撮ってる。これを撮る。じゃなくて、君はこれもあげるの？これもあげます。あげちゃう、あげちゃう。これもあげます。はい。撮ってんの？はい。撮ってる？喋りや。喋らなあかんやろ。はい、今日は、わたごはんこと白石さんと、食事しました。はい、この人は、はい、帽子脱いで。スキンヘッドのエンジニアです。はい、すすむさん、トロントでお世話になったすすむさんも参加してくれました。今日本にいます。この動画が面白いと思ってください。もうこれいいや。はい、編集すればではまた。いいね。いいね、いいね、いいね。ではまた。はい、どうも。バイバイ、さよなら。食のお店やってますんで、今度ぜひ。あ、そうなんですか。ほーん、はい、あ、これ動画ですか。黙って撮る俺。大丈夫ですか。動画か写真かでちょっと悩む。プランニングなんで、1の演技とかデザインの勉強の方法で、まあ、これやったらできるようになるっていう内容よりは、こういうことを考えてやったらヒントになるんじゃないかなとか、なんかこうやってやったらいい演技確実にできるとか、そういうことじゃなく、自分が普段仕事とかで演技のアイデアを出すときにどういうことを考えてるかとか、そういう面の話をしようかなと思います。はい、お疲れ様です。午前中一発目、なんか話すの久しぶりだったから結構緊張しますね。マジで、
俺も緊張するかも。何食う？閉じてる形、B とか M とか P とか。皆さん結構お久しぶりですよね。お久しぶりです。はい。いつだか今年の頭ぐらいかもしれないですね。そうですね。結構お久しぶりですよね。じゃあ最初にちょっと軽く。来た時に、胸、腰、お腹とかをちょっと大事しながら。でポイントになる部分を長丁場ありがとうございます。藤原です。YouTuber です。今日はですね、タイミングについて話そうと思ってます。僕は結構かなり重要視というか、一番こう他の人たちができなくてアニメーターができることなんだっていうふうに思ってるので、こう一番面白いとこじゃないかなと思ってるんですよね。で、まあそれで一応今回はちょっとこういうタイミングについて少し話してみようと思ってて。